はこちら、サシペディア。いやいやいや、サシペディア。このコーナーは、ファンの皆さんが思うサシデマリアのイメージや偏見、実際に過去の言動などを送ってもらい、サシペディアに載せるのがふさわしいことなのか、私が判定していきます。はい、普段はね、リスナーの皆さんに送っていただいているんですけれども、今日は特別版でございます。なんとね、まゆちが私の情報を考えてくれたと、はい、考えましたよ。どうしようかなって迷いましたけど、じゃあちょっとね、そう、とりあえずね、ことが出てくるのかな。じゃあこれはこっちに見せればいいのかい。うん、そうだね、お願いします。じゃあまず一番最近あった出来事で衝撃的だったのをまず挙げました。はい、じゃじゃん。一人お茶会 in ホテル。あ、見えるかな。一人お茶会 in ホテル。これちょっとどういうことか、そうだね、まず話しましょう。話しましょう。あの、まあ、最近クォーズのライブがあったんですけど。ありましたね。そういう時って、まあ、泊まったりするわけですよ、ホテルに。うん。で、まあ、話の流れでね、みんなホテルで何してるのってチュンリョも言い出して。うん、まあ、でも寝てるか、まあ、ご飯食べてるか、うん、まあ、確認したりとかかな、みたいな話してたら、うん、チュンリョが、お茶飲まないのみたいな。なんかその前にまずホテルに、あの、あるじゃないですか、皆さん。なんかその緑茶とかコーヒーとかね。あるじゃん。それ飲まないのみたいな話になって。うん。別にそれ飲まないな、みたいな。え ?3 人、4人いるんですけど、コーツはね。そう。チュンリョ以外は別にそう、まあ、なんもなかったら飲むけど、わざわざ飲まないな、みたいな話をして。うん。え、そうなのみたいな。びっくりした、私、本当に。そう、え、逆に、飲むんだみたいな。あ、え、飲むでしょ、飲む人いるんだみたいな。え、で、びっくり、まず私たちして、あ、うん、まあじゃあ飲むのは普通だよね、みたいな。飲むでしょ、何してるのって言ったら、お茶会って言い出したんですよ、この子。そう。え、ホテルでもやってんの？夜のお茶会。だってね、ほら、あの、ライブとかやってるとさ、うん、差し入れとかでさ、お菓子があったりするじゃない、まあ、あるけど。それを持ち帰って、で、あの、そのお茶と一緒にこう飲む。飲んで食べてっていう。それ一人でやってんのよね、しかも。うん、一人でやってる。一人で、何、あの、それか、あれ、あの、ドゥルハムだっけ。あ、そうそう、ドゥルもいるけど、ドゥルと二人で、お茶会してる。いや、全部消費しないと帰らないぜ、みたいな。そういうこと。うん。そういうのあるじゃん、やっぱり。ないな。なんなら、飲んだことないかもしれん、ホテルのそういうやつ。え、美味しいよ。あ、美味しいだろうけどね。うん、飲みな、わざ、飲みなよ。わざわざいいか。なんならもう私の部屋まで来てくれれば入れるよ。あー、まあ、それの方がいいかもね。うん、まあ、それならお茶会しよう、一緒に。うん、じゃあもうこれはね、あの、サシペディアに掲載しましょう。お願いします。びっくりしました。やったやった。掲載だよ。さすがにこれは歌ったりとかしてないよね。してないよ。普通の、普通に飲んで食べるだけ。普通にお茶会開始って言って開始するだけ。開始は言うんだ。怖っ。一人で一人でお茶会開始って言って。はい、お茶会開始って言って。うすごい。やりますね。ちょっといろいろ怖くなってきました。怖い。続きまして、いきますかね。う